彦山方湖線橋から望む田川後藤寺駅構内。田川後藤寺駅は、福岡県田川市大座奈良にある、九州旅客鉄道、平成築法鉄道の駅である。駅番号は、北彦山線が、G14、後藤寺線が、JJ06、平成築法鉄道糸田線が、HC55。平成築法鉄道の駅については、ディスカウントストア、ママックスを運営する。 株式会社ミスターマックスがネーミングライツを取得し、2009年4月1日より、愛称付きの駅名が、ママックス・タガワ・ゴト駅となっている。タガワ市の代表駅である、仙台駅舎団式ホーム一面一線が二つと、島式ホーム一面二線、また一番線の北方を切り替えた切り欠き機、ホーム一線、合計三面五線のホームを有する地上駅。互いのホームは、 小選橋で連絡している。駅舎は1997年に改築された鉄骨造り平屋建てで、旧駅舎の約半分の大きさになっている。JR 九州の駅は直営駅で緑の窓口が設置されている。駅舎内部には待合所と改札口があり、JR 平成築法鉄道双方の自動券売機がある。平成築法鉄道の定期券は、 緑の窓口で販売する。改札口は両社共用で JR の職員が担当している。改札口は壁で仕切られ一つの部屋になっている。2018年3月頃に3.4番乗り場に発車表が設置された。北彦山線は行き先に関係なく1.34番乗り場を使用している。後藤寺線は基本0番乗り場を使用しているが、 全23本の列車の中で6本が1番乗り場を使用している。平成地区法鉄道は2番乗り場のみを使用している。JR 九州2019年度の1日平均乗車人員は826人である。平成地区法鉄道2019年度の1日平均乗降人員は440人である。JTB 大型時刻表では当駅が 田川市の中心駅とされている。駅前は商店街となっている。駅がある。田川市は昔の伊田町と後藤寺町が合併して発足した市である。市政施行以前から伊田町の中心駅、伊田駅、同じく後藤寺町の中心駅、後藤寺駅が存在していた。その歴史の経緯から市政施行以後も田川市の中心地は伊田地区。 ご当地地区に2分されたままであり、市の中心駅も、伊田駅とご当地駅の両方という扱いのため、外部の者のには、どちらが中心駅かわからない、田川市の駅なのに、田川を名乗らないのはわかりにくいという意見が絶えなかった。そのため、伊田駅かご当地駅のどちらかを中心として、田川駅に改名しようという案が浮上。そこで、伊田。 ご当地双方の地元商店街を巻き込んで、どちらが田川駅と名乗るかということで大論争に発展した。最終的に田川市民にアンケートを取り、様々な検討を重ねて、井田、ご藤寺の両駅名の頭に田川の2文字をつけることが決まり、現在の名前に落ち着いた。地元では現在でも、井田駅、ご藤寺駅のように、頭の田川を省いて言うことが多い。 九州旅客鉄道寺北彦山線快速、普通田川板駅田川古藤寺駅、池尻駅 JJ、古藤寺線快速新飯塚駅田川古藤寺駅、普通線尾駅田川古藤寺駅、平成築法鉄道糸田線大矢部駅田川古藤寺駅、九州の鉄道百年記念施鉄輪の轟き九州、鉄道百年祭実行委員会、百年市、編さ部会、 九州旅客鉄道1988年初版ありがとうございます。